はい、皆さんこんにちは。今回はヌーベルキュージーヌによってそれ以前のフランス料理がどのように変化し、どれほどの新しい料理を生み出したのか探っていきたいと思います。ヌーベルキュージーヌは新しい料理という意味になりますが、日本では新フランス料理と訳されました。では何が新しくなったのでしょう。これからそれを探ってみたいと思います。料理の味は個人の食の経験によって異なるので、味に関しては皆さんにご判断いただくとして、キュイジーヌクラシックとヌーベルキュイジーヌを比較するために実際の料理のレシピを参考にお話ししたいと思います。代表的な料理人ポール・ボキューズのスズキのパイ包み焼きに使われるソースショロット、ギド・キュリネールに記録されているそれを比較することから始めましょう。ソースショロンは別名ソースベアルネーズトマテと呼ばれるように、ソースベアルネーズに水分がほとんどなくなるまで煮詰めたトマトを加えたものです。ちなみにベアルネーズソースの由来はベアルン地方の料理人の考案だったとか、アンリ4世の出身地がベアルン地方でアンリ4世の名前を付けたレストランのスペシャリティだったからなど小説あります。まあそれは置いといて、このソースは16世紀の料理書にすでに登場しているのです。さてこの2つのレシピ、一見するとボキュースのソースショロンの方がバターと卵黄の量が少なくソースが軽くなったように見えますが、ギッド・キュリネールの方は10人前でボキュースのそれは6人前です。ボキュースの方が1人前あたりバターが 5g 少ないのですが、この 5g の差を多いとするか少ないとするかは個人の感覚の違いだと思います。私は毎朝こんな料理とバゲットに 5g 程度のバターを塗り、クロワッサンにたっぷりジャムをつけているので 5g ぐらいのバターはどうでもいいんじゃないかと思ってしまうのですが、皆さんはいかがでしょうか。そういえばヌーベルキュージーヌの流行あたりからテレビや雑誌の料理紹介にカロリーの話が出てくるようになりました。1970年代の終わり頃に銀座のレンガ屋で食べたスズキのパイ包み焼きのソースショロンは古典料理のそれと変わらないものに感じられました。ただギッド・キュリネールではソースショロンは肉料理用のソースであるのに対して、ボキュースはスズキという白身魚を使った点、食べ手には軽さを感じさせる効果があったかもしれません。ボキューズと同じフェルナン・ポアンの弟子であるルイ・ウーティエはパイ包みにトゥイット・スーモネと呼ばれるマスの一種を使っています。ボキューズはスズキの皮を剥ぎ中に魚のムースを詰めていますが、ウーティエは魚の皮を残し中にハーブを詰めて焼き上げています。そしてソースショロには煮詰めたトマトではなくトマトのコンカッセを使っています。日本ではあまり知られていないウーディエですが、フランスではヌーベルキュージーヌの料理人として有名な人物でした。ルイ・ウーディエが日本で知られていないのはヌーベルキュージーヌがリヨンの料理人を中心に紹介されているからかもしれません。というのはウーディエはラ・ピラミッドでの修行の後、活動の場をコート・ダジュールに移し、ロアジェスという名のレストランを1954年に開業しました。ウーティエはミシュランの三つ星とゴーエミオの4つの特区を同時に獲得した人間として有名ですが、もう一つ自分の弟子たちと共にレストランのコンサルタントとして日本を含む世界中の多くのレストランの開業に関わりました。その後料理界を引退し2021年にこの世を去りました。さてここまでお話ししてきて、視聴者の方からのコメントで大切なことが抜けていることを感じました。これからのお話には多くの人々が登場するのですが、そうした人々は互いに料理や店を通じ関係し合います。そのようなわけでこれからのお話を分かりやすくするため、これからこの物語に登場する人々をご紹介したいと思います。まずは戦艦機の三大料理人と言われている三人の料理人から。ちなみに戦艦機とは第一次世界大戦の終わり、
1918年が第二次世界大戦の始まり、1939年までのことを言います。戦艦機の三大料理人の一人目、フェルナン・ポアンから始めましょう。フェルナン・ポアンはルーアンでブッフェ・ド・ラ・ガールというホテルレストランの経営者だった。オーギュスト・ポアンの息子として生まれ、最初の料理修行をこの家族のもとで行った後、パリのファイオット、ホテル・ブリストル、カンヌのマジェスティック、そしてエヴィアンのホテル・ロワイヤルなどで修行をしていましたが、1925年父親の死に伴って家業を継ぐことになりました。彼の父親はこの2年前の1923年に息子の将来のためにルーアンからビエンヌに移り、ホテルレストランの牛を購入していたのです。家業を継いだポアンはガロ・ロマーノ時代を記念するビエンヌのオベリスクにちなんで、レストランの名前をラ・ピラミッドに変えました。ラ・ピラミッドは成功し、1933年に以前お話ししたユジェニー・ブレジエ、マリー・ブルジョア、そしてアレクサンドル・デュメンヌとともにミシュランの3つの星を獲得。1955年まで三つ星を守り続けました。この店には世界中の国家元首、王族、俳優、作家などの有名人が食事をしに訪れましたが、第二次世界大戦中はナチスの将校に料理を提供したくなかった、店を閉めてしまいました。ラ・ピラミッドによってビエンヌの街は有名になり、キルノスキーはラ・ピラミッドをソメドラ・キュリネール、料理芸術の頂点と呼びました。フェルナン・ポアンの下で後にヌーベル・キュジーヌを代表する料理人たち、ポール・ボキューズ、トワグロ兄弟、アラン・シャベル、そしてすでにご紹介したルイ・ウーティエなどが修行しました。彼らそれぞれの料理にはポアンの影響が強く残っています。そうした意味でフェルナン・ポアンをヌーベル・キュジーヌの父と呼ぶ人もいます。二人目のアレクサンドル・デュメンヌは1895年ブルゴーニュのソーネ・ロワールという村で生まれました。1907年からパレルモニアルという町のオテル・ドゥ・ラ・コストというレストランで見習いを始め、その後夏はウィッシーのカールトン、冬はカンヌのカールトンで込みとして修行した後、パリに出てカフェ・ド・パリで働き、その後エリゼ級の料理人の一団に加わりました。1914年第一次世界大戦の勃発に伴い、終戦まで砲兵兼料理人として戦いました。戦後はオテル・ルボアのシェフ・ソシエとなりました。1922年大西洋汽船会社が北アフリカに美食家のためのホテルチェーンを展開することを決め、デュメンヌに全ホテルチェーンの料理部門の管理を依頼しました。デュメンヌは9年間この会社で仕事をした後、1932年ふるさとのブルゴーニュに戻り、国道6号線から少し離れたソーリューという町のロテル・ドゥ・ラ・コートドールを購入し、ホテルレストランを開業しました。彼はお気に入りのザリガニのムッシュプリユー風、恋のシャンボール風や美しいオロールの枕、シャンパンのトゥイフといった料理で、スペイン国王アルフォンス13世、パリ博アンリ・ドルレアン、モナコ皇太子レニエ3世、チャーリー・チャップリン、ゲイリー・クーパー、オーソン・ウェルズ、エディット・フィアフ、ビビアン・リー、アーネスト・ヘミングウェイ、コレン、サルバドール・ダリといった王族、俳優、歌手、作家、画家などの顧客を集め、この店は大成功しました。そして1935年にはミシュランの3つの星を獲得しました。彼の料理はブルゴーニュの豚肉、カキ、カワマス、ザリガニなどの地元の食材とブルゴーニュワインを組み合わせた
素晴らしいものだったと伝えられています。ルメンヌは1964年に引退し、1974年に生涯を閉じました。この店はどうなったかですか？それはまた別のお話。そして3人目のアンドレ・ピックですが、現代では孫娘のアヌの方が知られているかもしれません。彼女についてはまた別な機会にお話ししたいと思いますが、孫娘のアンヌ・ソフィー・ピックは2007年にフランスでブジェニー・ブラジー、マリー・ブグジョア、マルグリット・ビーズについて4番目にミシュランの三つ星を獲得した女性料理人として有名です。さて、祖父のアンドレ・ピックは1893年サンペレのオーベルジュ・ド・パンという旅館を経営する家に生まれました。初期の基本の料理を母親に教わった後、数々の店で修行したとされていますが、具体的な店の名前を見つけることはできませんでした。修行の後、1921年に家業を継ぎ、1934年にミシュランの3つの星を与えられました。2年後の1936年にモータリゼーションの進むフランスの状況を見て、店を国道7号線沿いのバランスに移し、現在のメゾンピックの前身となるレストランを開きました。彼の代表的な料理にはトリュフのショソン、ザリガニのグラタン、ヤマウズラのファルシ、オマールエビのニューバーグ、ノウサギのロワイヤル風、ハトの詰め物とトゥリュフのバロティンヌ、ヤマシギのテリーヌ、ニワトリのクリーム仕上げなどが知られています。1957年に健康上の理由からこの店を息子のジャックに任せ引退しました。彼の料理は代々引き継がれ、孫娘のアヌのメニューにも登場しています。それではここからヌーベル・キュイジーヌの料理人と言われた人たちをご紹介したいと思います。ヌーベル・キュイジーヌは1980年代から90年代にかけて料理評論家の間で様々に評価されてきました。ある人はフランス料理の革命、ある人は一時の流行、またある人は詐欺とまで言いました。そうした理論は今も続いています。この点をご承知いただき、これからのお話をご覧ください。そしてその賛否についてはどうぞ皆さんでご判断ください。では最初はマスコミによって料理の教皇と呼ばれたポール・ボキューズから。彼は1926年にリヨン近郊のコロンジュ・オー・モンドーで生まれました。家族の言い伝えではボキューズの一族は17世紀から続く料理家の家系だったということです。ボキューズは16歳でリヨンのレストランド・ソワリエでコミとして料理を学んだ後、18歳で兵役に就きました。兵役を終えたボキューズは20歳ですでにお話ししたウジェニー・ブラジェの下でリヨンのメールの料理を教わり、パリに出てルーカス・カールトンで修行しました。ここでこの後互いにヌーベル・キュイジーヌを牽引していくトワグロ兄弟と出会いました。レストランルーカス・カールトンとトワグロ兄弟についてはこの後にお話しすることにして、ボキューズのお話を続けましょう。パリでの料理修行の後、彼の料理に最も影響を与えたと言われるラ・ピラミッドのフェルナン・ポワンの下で8年間働き、1958年コロンジュに戻り、ミシュランの一つ目の星を獲得、1963年には3つ目の星を獲得しました。1966年ゴーエミヨンはアメリカにフランス料理を紹介するツアーを行い、これによってボキューズはアメリカでも有名になりました。1970年にはトワグロ兄弟などの12人のミシュランの三つ星シェフの利益を守ることを目的としたラ・グランド・キュイジーヌ・フランセーズ社を設立しました。1975年にエリゼ宮でレジオン・ドナー勲章を受け、その時のレセプションで彼の得意料理の一つ黒トリュフのスープ・ベージェウを披露しました。
ちなみにベージェウはこの時のフランス大統領バレリー・ジスカール・デスタンの名前を表しています。ではここで彼の代表的料理を見てみましょう。まずはこのお話の初めにご覧いただいたスズキのパイ包みソースショボロ、ヒラメのソースシャンパーニュ、ザリガニのグラタン、ブレッサンニワトリの暴行包み、シタビラメのフィレフェルナンポアン風、骨付き子牛肉のローストココット仕上げ、子羊のローストタイムの香り、ホタテ貝の白バターソース、そしてカワマスのクネル、ソースナンチュアなどです。一見するとこれらは彼の師であるフェルナンポアンの料理とリヨンのブルジョア料理のミックスにも見えます。とかく発言に問題があると言われたポール・ボキューズですが、自身の料理に関して自分はバターと生クリーム、ワインが好きで古典料理の信奉者であると言っています。ボキューズはヌーベル・キュジーヌの一番の貢献者として知られる一方、年間5000万ユーロの売り上げを誇るボキューズ帝国を築いたビジネスマンとしても知られています。ボキューズは2018年、91歳でこの世を去りました。彼の帝国は息子のジェロームが引き継いでいます。ではここでレストランルーカス・カールトンについてお話ししましょう。このレストランはパリのエレガントなレストランとして開店当初から有名になり、19世紀から多くの料理人が活躍したので、数多くの料理人が修行に訪れることでも知られていました。このレストランの名前は正しくはリュカ・キャクトンとかリュカ・カクトンと読みます。1839年に建築家のアルフォンヌ・シャルパンティエがこの建物を建て、ナポレオン3世時代の1860年に新たな所有者のオーギュストがラ・タベルヌ・ド・フランスという名前のレストランにしました。1880年、リュカ・キャクトンがこのレストランを引き継ぎ、内装を飾る木工品を有名な家具食品のルイ・マジョカイユに注文。完成までに4年かかったと伝えられています。時間とお金をかけたこのレストランは、フランス中の社交界の人々が集まる有名なレストランとなり、リュカの一族が手放した後は何度も所有者が変わりました。コニャックで有名なレミー・マルタン社、そして日本のアサヒビールの所有となった後、1985年に後ほど登場するアラン・サンドガンが購入し、三つ星を取り戻しましたが、2013年にポメリーで有名なポメリーグループの CEO ブランケン夫妻が買い取り、現在もパリ8区のマドレーヌ広場に面した店でユーゴ・バーニーが料理長として現代フランス料理を提供しています。このレストランは歴史的建造物の文化遺産になっています。では次にポール・ボキューズの盟友トワグロ兄弟の物語をいたしましょう。東京では小田急ホテルや小田急百貨店に店がありましたので、ポール・ボキューズの次に有名なヌーベル・キュジーヌの料理人かもしれません。兄のジャンは1926年、弟のピエールは1928年にシャロン・シュー・ソンヌでカフェを営む家庭に生まれました。彼らの両親、ジャン・バプティスト・トワグロと妻のマリーは、織物で賑わっていた国道7号線沿いのロアンヌに引っ越し、駅の真向かいのホテル・レストランでプラターヌを購入し、ホテル・モデフンと名前を変え営業を始めました。料理は妻のマリーの担当で、独学で学んだ彼女の作るシンプルで誠実なブルジョア風の料理は評判となりました。成長した2人の兄弟はそれぞれ15歳で料理の道に進み、ジャンはパリで見習いを始め、ピエールはノルマンディのエトレタにあるロテル・ドゥ・ゴルフで修行を始めました。彼はその後バスク地方のサン・ジャン・ド・リューズで仕事をしました。1948年にチュニスで兵役に就いた後、ポール・ボキューズと出会うことになるパリのリュカ・キャクトンで働きました。その後ボキューズとトワグロ兄弟は
フェルナン・ポアンの下で仕事をしました。この後ロアンヌに戻るまでの少しの間、それぞれパリのマキシムとロテル・ドゥ・クリオンで仕事をしたようです。ロアンヌに戻った2人は、ピエールがストーブを担当し、ジャンがソースを担当しました。1957年にこのホテルは名前をレ・フレル・トワグロに変えました。1968年、トワグロはミシュランから3つの星を与えられ、彼らの店は名店の一つとなりました。1980年代には小田急ホテルにレストラン、小田急百貨店と共同で5つの食料品店を開店し、トワグロ製品の開発を行いました。ここで彼らの料理を見てみましょう。まずは有名なサーモンのエスカロップ、オゼイユソース、そしてロブスターのクリーム仕上げ、骨付きリブロースのワルソース、タルトフフのパテ、オリンポス野菜のテリーヌなどがありますが、これらはブルゴーニュの地方の料理がうまく組み合わされていることがお分かりかと思います。1983年、兄のジャンが心臓発作で急死、弟のピエールは2020年に91歳でこの世を去りましたが、二人の築いてきた店は現在ピエールの孫セザール・トワグロが引き継いでいます。この間のお話はまた別の機会にお話ししたいと思いますので、その時までお待ちください。ちなみにトワグロは55年間ミシュランの三つ星を守り続けています。今回のお話は思ったより長くなってしまいましたが、まだ話の半分も終わっていないんです。残りの部分は次回お届けしたいと思いますので、少しお待ちください。実は画像生成 AI に夢中になってしまい、今回のコンテンツ作成が遅くなってしまいました。今後はフランス料理編の後にイタリア料理編、日本料理編、そしてワインの物語などを計画していて、その画像作成を画像生成 AI で作ってみようと挑戦していました。こんな感じの画像を作ることができましたが、細かい部分には課題があります。しかし雰囲気は伝わりそうですが、いかがでしょうか。さて、今回もご視聴いただきありがとうございました。次回またお会いいたしましょう。